キャミーに送れそうなプレゼントがあるので送ってみますか。多分これキャミー用じゃない？結構いっぱい持ってんだよね。これどう考えてもキャミーじゃん。この猫のアクリルキーホルダー、キャミーがもし荷物につけててくれたらね、ちょっと燃え死んじゃう。さあどうでしょうか。あーかわいい。あー目がキラキラしてる。あ、ちょっと戻った。あら、ちょっとキャミーのかわいいところが見れました今。お前ってやつは私の一番欲しいものをリサーチしていたとはな。お前の能力と努力は予想外だった。なるほど、ありがとう。笑った笑った、キャミーが笑った。え、ちょっと今のかわいい、今のちょっとかわいかった。あ、うわすげえ、ちょっと待って、そんなに伸びるの？あれ、なんかこんなに伸びるものあるんだ。あ、俺初めて知ったかもしんない。ああ、そうだ、この辺はちょっと全部スルーするとして。なんだそうだな。ほらかわいい。ちょっとそういうのがあるんじゃない。ちょっとなんだ、余裕だな。お入手しました。お、かわいい。実はまあここら辺はね、そういうストーリーがありますということで、まああえて。あらあら、かわいい。何、ちょっとキャミーが急に可愛らしくなりましたけど。そういえばこうなってくるとあれだね、なんかいろんなエモーションも見たいですね。これは可愛いですよ。それで、あら可愛い。それが なインスタ映えみたいなことやってたんですね。そうか、ジュリちゃんの一番欲しいもの探さねばなるまい。いいの見入れた。キャミーから、あ、キャミーのアイコン、あの猫ちゃんのキーホルダーだったんだ。そっか、それじゃすぐわかるね。ほら、 SNS はどのくらい使っている？ほとんど使えません。いい心がけだ。つぶやきたければ友人にメッセするようにしろ。誰もいなければ私でも構わない。仲良くなれた。うん、なんかもう立て続けにメッセージが来るようになった。応答しろ。このメッセージに気づき次第応答しろ。ぐ、あー猫ん、かわいい。お前の応答速度をテストさせてもらった。遅すぎだ。ブー、だが内容の理解は正確だな。それは評価しよう、猫ちゃん。かわいい。なんなの。ちなみにちょっと師匠の、この間のほら経験値稼ぎで結構いろんなモデルを持っている、モブキャラと戦ったので、結構ねキャラクターの経験値溜まっちゃったんで、今片っ端から挨拶しに行ってます。もちろんブランカはカットキャミーとかそこら辺だけにします。一応話しかける。ちょっといい、へー、竜って雲嫌いなんだ。ジュリ大丈夫なの？というわけでね、ちょっといろんなところに見て回って行商に墓のプレゼント集めを今してます。ここだと納豆か、ガイルにあげれば良さそうだね。おぞましいアイス。どうも。で、竜もなんかおそらくこれ竜が好きそうだなっていうものがあるので、これももしかしたら
竜が欲しがるアイテムかなっていう気がするので行きたいと思います。はい、どうもマグマグマグロンと申します。挨拶忘れてた、さっき。はい、じゃあ竜の好きなものあげる。あ、その前にお話。ちょっといいか。あ、師匠呼び出しができた。あ、もうこれで終わりか。なのでじゃあプレゼントあげます。ん、多分これ竜にあげたらいいんじゃない。高級羊羹みやび、これを竜にあげたいと思います。これは、あ、噂には聞いたがまだ食べたことがなくてな。味、香り、見た目、どれも最高の出来らしい。なんてことだ。人気でなかなか手に入らないんだろう。とてもありがたい。嬉しいぞ。羊羹好きだったんだ。これでやっぱりそうだね、ほら40アップ。あ、これは強い。これちょっとジュリちゃんの欲しい。ちょっとググるわ、もうこれ。あ、ダメだ。若い頃列という層と手合わせした時にもらった羊羹の味が忘れられん。ストリートファイター1の頃、和菓子も様々あるが俺は特にあの食感が好きで、羊羹はいつ食べてもうまいと感じる。あ、これを見て初めて今のみやびが出てくるのか。先にあげちゃった。ああ、列は層とは言っても破門された、いわゆる破壊層というやつでな。何、破門の理由？うん、よくは知らないが、死闘を繰り返したことが原因だと言っていた。もっと、あ、きっとたぎる思いを抑えきれなかったのだろう。それで、その後は彼も俺と同様ずっと格闘家として修行を重ねている。実はレツは俺の師匠とも顔なじみでな。そう、古い間柄というやつだ。波動拳は出せなかったんだねそして彼は俺よりもさらに甘いものに目がない。うん、世界中旅してるわ。格闘家は体力の消費も激しいから甘いもの好きは結構多いのかもしれないな。そうだな。じゃあ竜ももしかしたらあれ、タッパにおじやを入れてカパカパ食べる感じ、 1.5 リットルのコーラを炭酸抜いて飲んじゃう感じね。その後バナナでしょ。そりゃ甘いもの好きだわ。そういえば修行の時はこんな格好しているが、ずっとこの服装ってわけじゃない。以前は戦う時や移動時でさえ道着でいることが多かったが、状況によってはやはり不都合が生じる。特に国を移動する時にはある程度ちゃんとした服を着ていないと面倒なことになる場合が多い。そらそうだ。入国時に空港での質問が増えたりとな。そらそうだよ。そんな格好してねえ、バカンスですかとかは聞かないよね。それで、それを見かねたのか、チュンリーが服を買ってくれたことがあった。あ、それであの服着てたのか。いや、さすがに一緒に服を買いに行ったのは初めてだったな。この国で買ったが、店はチュンリーが選んでくれた。それがな、俺は最初こだわってなかったんだが、チュンリーの勧めで確か 何枚も試着した記憶がある。いろいろと検討したが、これがじゃあ結局あれか、衣装になってんのか、第3の。愛用の一品だ。ただね、竜に一言言わないといけないけど、もうそれはデート、いいな。チュンリーとデートした、竜がチュンリーとデートした、いいな。はい、というわけで次あんまり羨ましがってないはい、次行きます。バズるかも。一緒に写真撮ってくれよ。 SNS にアップするからよ。バズりそうなポーズで頼むぜ。はい、チーズ。そういうことじゃねー。はい、というわけでいろんなお店でいろんなもの購入したりました。あ、まあちょっと衣装は気にしないでください。この間のライブ配信をご覧ください夜まで待ちました。そしてこちらジュリちゃんがまたなんかいろいろありそうなのでお話聞きに行きたいと思うんですが、メッセージをずっと無視していた。まずい、怒られる。セレブと秘密のパーティーこの申し込み怖い。一番上まで見たい、見れない。
行くんですか？行きたいです。ちょ待てよこんな見え見えの釣り広告に騙されんのか。よく生きてこれたな突っ込みすぎて疲れたぜ出会える、話せる、繋がれる、秘密のビジネスパーティーを開催。こんなのジュリちゃんが売ってると思うとたまんないね。マジおかしい、よく生きてこれたな。ジュリちゃんの釣り広告なら騙されたい、そんな人がきっと多いんじゃないかな。会いに来たよ、会いに来たよ。おい、シャドルは好きか？嫌いです、許せません。正直嫌いじゃありません、嫌いです今の面悪くね。あいつもそんな風に言ってたぜ。セース、シャドルに作られた出来のいいお人形さ。こんな話すると出てきそうだよね結果的には失敗作だったけどな。実はよ、ベガにぶっ壊された後、残ってたバックアップデータを私が素体にインポートし直してやったけどバグってポンコツになっちまった、まあ、そこら辺はじゃあちょっとリーフェンに。まあ反乱に失敗した時点であいつは終わってた。後腐れがなくなってせいせいしたぜ。ジュリーとアキはどういう関係性になるんだろうね。ちょっとそこら辺面白そう。おい、まだまだレベルアップ、やるぞ、足を上げろ。これは何、長州力が言うよし腰上げるぞと同じ意味かな。ジュリの場合は足上げるぞでいいのかな。レベル42、コントローラーだから怖いっすよ。全然ジュリスタイルで戦わないで。この威力が大きいんだ。またいやー、それは避けられない目の前でやられた。ボコ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 。ただこの威力はちょっと強い。あーボコボコ、負けても楽しい。ちょっと暗すぎるな画面。え、倒すとなんかもらえる？金塊もらえるの？オーバードライブアウトで倒す。と今のスキルしない。キャンセルしてくるやん。スクリュール万能だな。なんならぐるぐるやってるだけでも勝てたりして。あの、まあ、まずあまり上手じゃないのが。避けられた。やばい、負けちゃう。ちゃんと連続技してくるようになったね。食い足りねえな。あ、羽のせいで顔見えなかった。羽なんか生えてるから、横だから当然か。勝てばもっとくれたのかな、ポイント。また修行かよ、うるせえやつだな。この技を練習しとけ、物にするまで話しかけんな。技を教えてくれた。めちゃくちゃ悪くてクソ強えやつを探してる。お前見つけたら私を呼べ、独り占めすんなよ。共闘、嬉しい、一緒に戦ってくれる。クモは生き物として優れてる。クモに比べりゃ人間なんて無駄の塊だ。空
それでなのか知んねえが、有名な格闘家にも蜘蛛の苦手な男がいてさ、竜かな。寝袋に蜘蛛を入れときやったら夜中に絶叫してやがんの、達成よな。あら、そんな仲だったの竜と。終わっちゃった、寂しい。あ、これ関係ないものをさあげたらどうなるの。シップあげる。もらってやんよ。1ポイント増えた。ああ、あと何あげようかな。ファイターマガジン特別号。あ、2上がった。ああ風水エンジンについての噂を調べたって。自分で調べることを覚えたか。まあせっかくだけど全部嘘だぜ。そもそも風水エンジンを開発した SIN がシャドルに食い散らかされて跡形もねえからな。あ、かわいい。そうなった原因は CEO のセスがオーナーのベガに反逆して戦争を起こしたからだ。太りすぎた飼い犬が喉笛に噛みついたってわけ。あのバカ騒ぎは最高だったな。それでよ、その時の私はシャドルの戦力になりそうなやつを片っ端から消していった。SIN の研究者も含めてな。やつらはどっちが勝とうが生き残れると思ってたが、そう甘いもんじゃねえ。敵に回したくねえやつは殺す。その結果、セスの体や風水エンジンの秘密を知ってるやつはほぼいなくなった。確かな話なんで出てきようがねえのさ、私以外からはな。なるほど。まだ終わらせない。いっぱい貢ぐ。でここら辺は足りなくなったらにするか。1ポイントとかだもんね。ちなみにね、あのスパナ10個買ってあるから。またこれ、いらねえから返すぜ。そのうちてめえの顔面にな。上等だ。でどこがいい、耳それともお口。でも5ポイントくれるのよ、優しい。何個でもあげて。上等だ。ほら、いっぱいあげちゃう。ああシャドルドリンクとかかけてもな、反応はないのかな。反応なかった。ああそうか、他のやつをあげても何の反応もないのか。一緒にワインでもどう。ダメだった。ああやっぱりスパーナ。上等だ。新しい話聞けます。もう今日はあのこの方法でジュリちゃんマックスにします。んだよ、そういう動画です。子供の頃の話、何年前になるかな。かわいい。なんだ今日はこういう回か。 あまり見たことのない両親のお姿。私の父は検事だった。検事だったの。法の正義を振りかざして悪党どもをぶった切る。国中から尊敬されてた。私も夢中で言われるままにテコンドの技を磨き抜いた。勉強も習い事も完璧にこなした上でだ。大会で優勝した時は天才美少女って呼ばれたもんさ。いや、これは天才美少女です。でもあの両角はこの頃からあったんだけど意味なんてなかった。父はクソみてえな犯罪組織を追い詰めてた。そして逆襲された。家族で車に乗ってる時2台の車に挟まれた。でその後はマフィア映画そのまんまの展開だ。家族を惨殺された上世間まで手のひらを返しやがった。地獄みてえな状況で私は大人になっていった。ってのは今作った話だけどな。たくちょろすぎてだましがいがねえぜ。絆上昇ボーナスとしてキュピーンの妹を獲得した。端末メニューのセッティングで設定できます。急いでやります。セッティングキュピーンやりたい、キュピーンやりたい。もう一番上の挨拶から、ジュリのキュピーン。あーキュピーン。もう一回キュピーン。この子がやっても可愛くないな。ひどい。他にもあるのかな妹って。
ノリ悪いよ。あ、なんかこの子にやらしたら面白いかも。入れとこ。あれ変わんなかった。こうか。次はキャミー。余裕だな。あら可愛い。キャミーも入れとこ。これはちょっと可愛くない。ごめんね、ごめんね、入れとこ。鋼の肉体。面白くない。以上。あ、ここら辺の技も変えてないね、全然ね。ショートカット。あ、俺ショートカットを全然使っていない。キピン覚えたよ。まだまだスパナはいっぱいあります。上等だ。ちょっと待って、長かったんで一旦カット。自由すぎ。おお。こらこら。遊ぶんじゃねえ。元に戻せよ。一旦帰るか。何したらもらえるんだろう。ちょっとジュリちゃんの一番好きなものをもらいたい。どうやったらもらえるんだろう。ジュリメッセージ。ブーブーブーノーノー。何かご用ですか。別に。じゃあな。なんかちょっとイライラされておられる。今すぐ帰った方がいいかしら。キモ。仕事をやれるかやれねえのか。あ、キモってそっちかい。てめえのキモでてめえの価値が値段が決まるこの世界じゃな。でどっちだ。やれる。バーカ。かわいい。クモかわいい。バーカ。探りも入れずに命の出血大セール。ワルの玉よけになって死にな。てめえの選んだ答えはそういうことだ。クモかわいい。クモかわいいって送り返したい。クモかわいい。クモかわいい。どうやらね、マスターミッションみたいなのをやれば、いいみたい。で、マスターミッションってのは何やればできるんだ。チュンリーだけできてるんだけど、あれかな、スタイル経験値のことかな。あれがマックスまでいけばいいのか。そうすると好きなものをもらえるらしいんですが、ジュリの好きなものを持ってるのはなぜかマノン。うわやべえ、全然スタイルも絆もない。なんかマノンがね、どうもジュリの好きなものを持ってるらしいので、マノンの絆もあげたいと思います。どうしよう。またお金なくなってきちゃったけど、お金いっぱい使おう。じゃあちょっともう一回ジュリちゃんとこ帰る。お酒ではありません。レンレン平気らしい。そうか、ジュリちゃんの欲しいものを手に入れるには、残念ながらマノンも鍛えなきゃいけなくなっちゃったんで、それはめんどくせえな。じゃあまたいろんなキャラクターの経験値稼がなきゃダメかい。あー退屈だ。どうしたんですか。地域出たか。この町のことで。ここに網を張ってりゃ面白い仕事が飛び込んでくるはずなんだ。シャドルーの残党ヘレン、格闘大会で味を占めたやつ、それかどん底に落ちた剣マスターズ、どいつも何かやりたがってるのは間違いねえ。けど一向に動きやしねえ。そうか、しびれが切れてきたぜったく、うん、悪党どもがしょぼすぎるせいだぜ。インパクトのあるやつが出てこねえかな。 JP なんてどうですかね。絆だけ100にしちゃおうか。なんか免許改伝はもしかしたらレベルが上がんないとダメか。貧乏ななりしてんな相変わらず。あん、私のせいだって。
言いつけ通りこの町の儲け話は全部避けてるってあの話信じてたのかよ。マジか。私が大物ならてめえごときに明かすわけねえだろう。疑うことは知りなねんねちゃん。ジュリちゃんの言ったことは全部信じる。というわけで、じゃあもう絆だけあげちゃおうか。上等だ。あと3つあげればもうマックスだ。あげちゃおうあげちゃおう、もう全部。そのうちあれだね、マノンの絆もあげて好きなものあげるわ。なんだかんだよく続けてんな。けどな、今まで教えたこと全部嘘だからってなんだよそのにやけ面。あん知ってた。感謝してる。心が強くなっただと。ちどういう変態だよてめえ腐ったペテンが大好物のバイキンか。ちょっと例えはいまいちちょっと何言ってるか分かんなかったですけど、まあ強くなったっつうならいつか私を地べたに這わせてみろ。いいてめえと違って私は騙されるのが嫌いなんだ。逃げは許さねえからな。やったーのエモートを獲得。あのチュンリーの真似してるやつね。すぐ入れちゃう。これいい感じだ。パーフェクト勝ちした時のやつ知ってっかよ。まだあげちゃう。上等だ。あと5。これで 100% になります。ただ絆が上がっても免許改善にはならなさそうだね。スタイル経験値なのかな。はい絆100。あ、これであれか、あのバイク衣装に着替えられるんだ。まあ今度のランクマの時にはバイク衣装にしよっかな、自分だけ。そういや、そういやてめえに会ったのはロンドンだったな。覚えててくれた変態でした。私は一度通った道は忘れねえ。そうだ、あん時はめっぽう楽しかったな。うん、てめえとボシュのことじゃねえ。それより前にロンドンを走った時のことだ。実はよ、ブラジルにいた時面白い因縁のある双子の人形を拾ってな、サツとシャドルに追われながらロンドンまで送り届けてやったんだ。そうだな。道中やばいシーンは何度もあったが、クライマックスは海だな。嵐に巻き込まれちまった。ありゃ風水エンジンとかどうにかできるもんじゃなかった。金髪の人形にテクがあったからギリギリ乗り切れたが、もう意味がわからんあの場で銀髪の方がねんねから起きてりゃ3人仲良く地獄行きだったかもな。こいつらの話。あ、キャミーと一緒にいたこともあったんだ。楽しそう。あ、やっぱり免許改善にはならなかったね。残念。やっぱりじゃあスタイル経験値がないとダメか。マックスまでいけると思ったのに。今はねこんな感じ。絆はもう 100% だけど今まだ16段なんだ。じゃあこれはちょっと戦わないとダメなんだね。そっか、まあでも絆は 100% になったぞ。まあ今しばらくはこれでもいいか。あとはもうジュリを使い続けるしか方法はないと。そういうことか。ちょっとまあ今日で 100% までしたいっていうのは叶った。じゃあ道中結構あれだね、いろんなジュリスタイルを持ってる敵がいたら優先的に戦おう。あまりいないんだけど、あのエターニティぐらいか、ジュリスタイルを持ってるの。あーもうまたメッセージ来たーって、これのために帰ったろ。あっちはどうだ。メトロニシティにいたんだろ。最近どんな感じだ。ファイターが多いです。ギャングが暴れてます。ファイターかな。ファイターっていや世界中の山奥なんかに散らばってたもんだが、世界も狭くなったもんだ。遊べそうじゃん。行ったら案内しろ。案内します。
また来た。やさ、ふらふら旅してるようだが、どっかに家はあんのか。ささやかな部屋をメトロシティに持っています。そりゃいい。やさがあればいつでも姿を消せる。使うぜ、メトロシティで仕事するときにな。こっちはてめえの師匠なんだ。名誉なことだろ。三つ指ついて迎えな。やった。もてなせよ、クモ。やったー、お家に遊びに来る。ジュリがお家に遊びに来る。イエーイ。嬉しい。あら、もうないの。もうないの。こっちから送れないの。こっちから。というわけで、じゃあ、ジュリの経験値を上げるのはやっぱり戦うしかないのか。それはしょうがない。戦っていこう。というわけで今日は、ジュリの絆を100にするでした。できれば免許改善までやりたかったんだけど、そっか、絆だけじゃダメなのか。じゃあ、クリアはもうできるんですが、そろそろ、こっちのね、強さもだいぶ強くなってきたので、こういう強敵をちょっと全部倒しに行くか。次回はじゃあ強敵全部倒しに行きます。倒せなかったらのことも考えて、ちょっとお金稼いで体力回復アイテム買っとく。はい、というわけで以上でした。今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますと、マグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。ね、まあでも絆は 100% になったから、あとは免許改善を待つだけだ。キュッピーン、これも覚えたし。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。そうか、チュンリーをクリアして免許改善になったから猫のキーホルダーだったんだっけ。なんかもうすっかり忘れちゃった。